コルド・アギーレは、スペイン・ビスカヤ県、ソンリカ出身のサッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF。スペイン代表。12年間にわたって、アスレティック・ビルバオでプレーした。公式戦、通算297試合に出場して61得点を、挙げ、コパデル・レイで2度優勝した。2019年7月3日に80歳で死去した。 クラブ1939年に、バスク地方のビスカヤ県ソンディカに生まれた。18歳だった1957年に CD、ゲチョからアスレティックビルバをに移籍し、すぐにトップチームに昇格した。1958年1月19日の、レアルサラゴサ戦でプリメーラディビシェオンデビューし、1957から58、シーズンはリーグ戦3試合に出場した。同シーズンには、 コパデル・ヘネラリシモで優勝している。1961から62シーズンには29試合に出場して、キャリア最多の11得点を挙げ、チームはプリメイラ・ディビシオンで5位となった。1965年10月10日の RCD エスパニョール戦では、わずか11分間に、アギーレだけで4得点を挙げ、チームは4から3で勝利した。RCD エスパニョールのキーパーは、 カルメロセドゥルンだったが、かつてセドゥルンは、アギーレのチームメイトであり、またアギーレの親しい友人でもあった。アスレティックビルバオでの晩年は、中心選手ではなかったが、1969年には、再びコパデル・ヘネラリシモで優勝した。30歳だった1969年夏、アギーレは CE、サバデルに移籍した。1969から70シーズンは、 弟のイニアキア・ギーレが白血病で死去したこともあり、家族を支えるために115分間しかプレー機会がなかった。1970年にはアマチュアクラブのアリカンテ CF に移籍した。選手としての引退後はアスレティック・ビルバオーのアンバサダーでもあった。スペイン代表1961年4月19日、1962。 フィファワールドカップ予選のウェールズ戦でスペイン代表デビューした。スペイン代表としては1965年までに7試合に出場している。選手生活の引退後、アギーレはカブリーグでサッカー指導者としてのキャリアを開始し、SD エランディオクルブや CD、ビリオサを指揮した。さらにデポルティーボ・アラベスやビルバオアスレティックで監督を務めた後、 アスレティックビルバオのトップチームのアシスタントコーチとなった。1976年夏にはアスレティックビルバオの監督に就任し、3シーズンで2度のリーグ戦3位に導いた。1977年にはコパデルレイで準優勝し、UEFA カップで準優勝した。1979年にはプリメーラディビシオンのエルクレス CF の監督に就任したが、 1981から82シーズン終了後にセグンダディビシオン降格となった。プリメーラディビシオンのバレンシア CF は1982の83シーズンに迷走し、シーズン3人目の監督としてアギーレが就任した。最終節では、首位のレアルマドリードを破るなどの結果を残し、アギーレは指揮した7試合を3勝2分2敗で終えた。 バレンシア CF は15位となり、16位17位18位でのセグンダディビシオン降格を回避した。最終節でレアルマドリードが敗れたことで2位だったアスレティックビルバオが首位に浮上し27年ぶりの優勝を飾る結果となった。1983から84シーズンには短期間だけプリメーラディビシオンの RCD マヨルカを指揮し、 再びカブリーグに指導の場を移した。1993年から1994年には再びビルバオアスレティックの監督を務めた。ありがとうございます。